それでは計算基礎学1の第2回の授業を始めたいと思います。で、今日は授業を始める前にですね、ちょっと前回の第1回の授業でですね、少しコメントをしたいと思います。前回の第1回の授業の際に計算基数学のこの授業で扱う内容として実際的な計算っていう話をしましたけれども、そこでですね、その最初の気象予報を人力でやったとかそういう話をしました。しかしこれ思い出してみるとですね、実はこれ僕の曖昧な記憶に基づいて話をしておりまして、確認したら一部その誤りをしゃべっていたので、一応ここで訂正しておきたいと思います。まず前回話した事実関係とですね、誤りの点について振り返りたいと思うんですけれども、まず前回の話の中で最初に気象予報を行った時の計算は人力でやったというような話をしました。で、それから24時間後の気象状態を推測するのに何十人もの人を集めて24時間くらいかけて計算したという話をしましたが、ちょっとこれどちらもですね、誤りが含まれておりましたので一部訂正します。というわけで、正しい事実関係について述べますと、まず最初に気象予報を人力で試みたが失敗したというのことなんですね。それから2つ目は、計算機を使って初めて気象予報に成功したというのもありまして、この計算機を使って初めて気象予報に成功した時の気象予報っていうのが24時間後の予報を計算機で24時間かけて計算したと、そういうことでありました。で、ついでですから一応この2つのストーリーですね、少し詳しく触れておきたいと思います。まず最初にですね、リチャードソンの夢という話からなんですけれども、その人力で初めてその計算で気象予報をしようとした人がこのリチャードソンという人です。この人はイギリスの気象学者だったんですけれども、1920年頃ですね、ですから今からおよそ100年前にその気象予報をですね、計算でできるというアイデアでですね、その6時間後の予報っていうのを約1ヶ月かけて手計算をしました。で、残念ながらこの時はその初期値の精度ですとか、それからその使った数値モデルの問題が原因で、その6時間後の その気象データがですね、非現実的な値になってしまって失敗したということでした。で、そのから間もなくですね、このリチャードソンはこの本を書きました。ウェザープレディクションバイヌメリカルプロセスという本を書きまして、この中で彼が言っていたのは、6万4000人が大きなホールに集まり、一人の指揮者の下で整然と計算を行えば、実際の時間と進行と同程度の速さで、この気象の予測計算を実行できるはずだと、そういうことを述べたんですね。で、これが今ですね、リチャードソンの夢として語り継がれております。なお、こういったことをですね、やっぱり初めて実践したという人の功績は多分大きくて、この1922年に出たこの、リチャードソンの本なんですけれども、現在でも出版が続いているようです。というのがまず最初の人力の気象予報の計算ですね。で、次にその計算機によるその初めての気象予報なんですけれども、これは上の3人ですね、チャーニーとフィオトフットとノイマンという3人によって計算が行われました。で、ちなみにこのノイマン、3人目のノイマンという人は数学者で、で若い頃はその、量子力学の数学的な基礎を与えたりするのに貢献したようですけれども、この、我々が今使っているそのコンピューターの実現にもですね、大きな貢献を果たした人として知られております。それで、世界最初期に製作されたデジタル計算機エニアックっていうんですけど、このエニアックを使ってその24時間後の予報を約24時間かけて計算したということなんですね。で、ここでちょっとすみません、今日印刷して配った資料にはこの論文出版1952年と書かれてたと思いますけれども、ちょっと間違いでしたので、これ1950年に訂正してください。次のページにある参考文献には1950年と書かれておりますし、あと PDF で配った資料の方は訂正してあります。
で、このエニアックっていう計算機も、計算機の歴史で言えばですね、こう無視できないものなんですけれども、の世界で初めてのデジタル計算機は何かっていうのは、いろいろな諸説、意見があってですね、論争の種にもなったりするんですが、このエニアックはその世界で最も早く作られた計算機の一つで、多分世界で最初に作られた3台のうちの1台ではないかと、ぐらいではないかと思います。そういう世界で最も初めて作られた計算機を使って、気象予報も行われたということが、事実のようです。で、一応参考文献なんですけれども、今ですね、科学技術、もしくはインターネットとかいろんな発展は、かなり目覚ましいもので、例えば今先ほど紹介しましたこの初めてその気象予報を行ったコンピューターで気象予報を行った論文ですね、こういった論文も筑波大学は契約を結んで読んでいますので、皆さん学生でもですね、学内のネットワークからは自由にアクセスして論文を取ってきたりすることができます。一応そうですね、この気象予報の論文とそれからリチャードソンの本もですね、これは大学の契約がないのでオンラインで読めないんですけれども、一応こちらで本の情報が出たりしておりますね。それからと、今回の事実関係を調べていて、気が付いたのは気象庁のホームページにその数値予報に関してかなり詳しい資料が載っております。我々入門者向けの数値予報の歴史といった資料のほかにですね、もっと細かいプロ向けのその数値予報モデル、数値モデルといったような解説もございます。で、筑波大学もですね、この気象分野の研究は非常に盛んだというふうに聞いておりますけれども、こういった情報も参考になるかと思いますので、興味のある人は参考にしてみてください。というわけで、まず前回のですね、授業の補足をさせていただきました。